こんにちは、夢挑戦です。今回はゆとりーとラインガイドウェイバスをご紹介します。ガイドウェイバスは鉄道とバスの利点を組み合わせたシステムです。大曽根駅には JR 東海中央線、名鉄瀬戸線、地下鉄名城線、名古屋ガイドウェイバス、ゆとりーとラインが乗り入れています。ゆとりーとラインは高架専用軌道を車両の前後の案内装置ガイドウェイの誘導で走行し、さらに平面の一般道路も乗り換えなしで走行できる特性デュアルモードを装備しています。一駅区間ですが、大曽根から名古屋ドーム前宿まで乗車します。ガイドウェイバスは高架専用軌道から一般道路を連続して走行します。一般道路では路線バスとして運行しています。高架専用軌道走行モードから一般道路走行モードへの切り替えは案内装置の出し入れだけの短時間で完了します。ガイドウェイバスシステムは鉄道や新交通システムを敷設すると採算が合わないが、一般のバスでは輸送力が不十分という中間の交通需要に対応します。この高架の部分をガイドウェイバスが走行します。時間は高架専用軌道時速 60km で走行します。高架専用軌道では運転士さんはハンドル操作をしません。アクセルブレーキの操作のみです。車両の前輪と連動する案内装置がレールの内側を正確にトレースするのでハンドル操作をしないのだそうです。Thank you.
ホーム名古屋が見えてきました。までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Don't forget to like the video. よろしければコメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。 Please subscribe to my channel. 参考引用、名古屋ガイドウェイバス株式会社ホームページ、丸八交通センター、 Google Earth、 JR 東海ホームページ、ウィキペディア、路線図.comでした。